ワッサム中継局は、上川郡ワッサム町南急にある、NHK 旭川放送局と、道内民放テレビ各局の中継局である。ワッサム町には、当中継局のほか、町内西和地区に、ワッサム聖は中継局があるが、こちらについても合わせて記述する。ワッサム中継局ワッサム中継局ワッサム聖は、中継局上フラの中継局。 フラの中継局同時開局を予定していたが、両中継局はワッサム中継局に先立ち、すでに開局済み。ABC2011 年12月22日付の北海道新聞の同北版 TVH ワッサムに中継局。来年10月3800世帯が受信可能によりハット ABCDE テレビ北海道 TVH 中継局を整備へ。 今週開局予定2月2日アップされた PDF を当日閲覧。フラノ市議会平成23年定例会会議録及び2012年3月7日閲覧。地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許株式会社テレビ北海道のワッサム中類及びシラヌカ中継局総務省北海道総合通信局日本民間放送連盟 日本放送年間78広文社1978年556ページ日本民間放送連盟日本放送年間73地役社1974年27ページ日本放送協会編 NHK 年間66日本放送出版協会1966年200ページ札幌テレビ放送創立50周年 記念事業推進室編、札幌テレビ放送50年の歩み、札幌テレビ放送2008年329ページ。北海道放送編、北海道放送30年北海道放送1982年741ページ。日本放送協会総合放送文化、研究所放送誌編集室 NHK 年間71。 日本放送出版協会、1971年、237ページ。議会だよりワットサム第69号2ページ目と3ページ目、こんなことが決まりました。地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、株式会社テレビ北海道のないよろ、ワッサム生は、アショロ及び厚ない中継局、総務省北海道総合通信局、その際、UHF 送信アンテナも、 鉄塔隅についていたデジタル放送用が、これまで鉄塔先端についていたアナログ放送用の撤去と入れ替わりで移設された。ありがとうございます。